昔の流骨を組んで始まった仙台方式は少なくなり、ドック方式のブロック建造が主体となっている。溶接工も著しく進歩していて、溶接性の良い鋼材と良質の溶接棒が一層作業のピッチを早めている。そしてテストの結果では、溶接した部分の方が強度を増しているという。ここが25万トンの船の底。真っ平らな船底に立つとき、これが船なのかと疑わしくさえなる。ここのドックは両開き式という新しい方式を取り、長さ500メートルのドックは両方にゲートがついている。そして中間ゲートで仕切りを設け、小さい方の部分ではすでに次の建造船の船尾の工事が始まっている。ブリッジやキャビン、エンジンなどのある船尾は他の部分に比べて時間がかかるので、このように効率的な方法を編み出したのだ。現在建造中の一隻が浸水すれば、中間ゲートは反対側へ移動していくわけだ。